はい、どうもアルテマンです。今日はですね、仙台の星空マルチキャンプに行ってきましたっていうご報告ですね。右のところにね、対比おかしい、この配置おかしい感じでね、メタスラの剣と黄金竜の斧とロトの剣と天空剣とね、ルブスの剣、これありますけどね、これを持ってお写真を撮ってまいりました。ね。で、星空マルチキャンプに行ってきましたっていうご報告ですね。ちょっとさせていただきたいなと思います。で、わざわざ仙台に行ってね、仙台のマルチキャンプに参加してきた理由っていうのは、単純にね、ゴールデンウィークにね、出かけそびれたんで、じゃあちょっと仙台行こうかっていう話になって、で、仙台のね、ビジホに泊まって、で、マルチキャンプ行きましたよと。で、目的はね、いろいろそのグッズ、限定グッズとかを買ったりとかもしましたし、あとは、モガマルとね、すごいね、モガマルといっぱい絡みました、なぜか。こうね、モガマルはすごいね、気さくに話しかけてきて、というか、ね、なんかこう、すごいね、モガマルといっぱいハイタッチしました。で、モガマルといっぱいハイタッチしたりとか、モガマルにね、腰手回されとかしてね、手を回されたりとかして、ちょっとね、ドキドキしながら、マルチキャンプを過ごさせていただいてね。で、あと、冒険者バッジもいっぱい取ってきました。で、すごくね、思った感想としてね、その、呼び込みをする、その、芸人さんっていうのかな。やっぱすごい頑張ってて、で、中でもね、ちょっと印象的だったのが、このルビスの光に導かれのクエストの、ここのね、竜王参加できる人いませんかって、なかなかね、集まんなかったんですよ。で、じゃあ、ちょっと俺、行ってみようかなと思って、スーってこう行って、あ、俺行きますよって、行ったりとかして、で、そこで、この辺のね、竜王とかっていうのは、一回やればバッチもらえるんで、一回やったらやる必要ないんですけど、で、まだ竜王、ちょっと手伝える人いますかって言ってて、お、またかよと思って。で、また通りかかったら、この顔とね、名前覚えられたのか、あ、ちょっと、アルマさん、ちょっともう一回お願いしますよつって、ね、とか言われて、あ、いいっすよって言って、結局、竜王のバッチがですね、気がついて、家に帰ったら、なんとね、6つあるっていうね、そんな状態でした。なので、呼び込みをしたね、その芸人さんにちょっとね、お顔とね、お名前を覚えていただけたのかなと、ちょっと思いました。だちょっとね、嬉しかったね。っていうのと、あとやっぱね、普段やっぱり顔を見ないで、マルチプレイするんでね、やっぱね、なんかやっぱ不思議な感じがします。で、中にはね、そのマルチキャンプ、ね、やっぱり他の人と知らない人で、ずっとね、終始、お話できない方もいれば、俺なんですけど、話しかけられたらね、喋るんですけど、やっぱ、ちょっとね、あまりこういうところで自慢話をしてもしょうがないんですけど、これやっぱね、球団バッジ、裏球団バッジつけてると、やっぱね、え、球団っすかって言われて。あ、そうなんですよ。いや、苦労しましたよ、本当に。よく倒せましたね、とかね、そういうところで花がね、咲くわけですよ。ちょっとやり方教えてくださいよ、とかね。とか、言われたりとか。あとは、その仙台のマルチキャンプの中で、なんだっけかな。なんかの初級だが、で、いくら課金してますかみたいなね。そんな話をしてちょっと俺はとても口に出せなかったんで、うわやべえどうしようって思ってたんですけど、いやーちょっと聞いてくださいよっていう人がいて、このギガストラッシュ欲しくて、本当に欲しくてしょうがなくて、1万円も課金しちゃったんですよ、やばくないですかって言われて、あーそうだよね、1万円でやばいよねみたいな話をね、してらっしゃいましたね。でね、平気でこう、ね、こっちとら、
ね、ガチャ動画を何本も何本も上げてね、いるわけでございましてね。もう、正直いくら課金したんだろうって、もしかしたらね、家買えるんじゃねえかみたいな、そんな話もありますけれども、まあ確かに俺もギガストラッシュ欲しかったけど、一番最初は、10万使って出ませんでしたね。だから、もうそこで星ドラやめようかなって思いました。だけど、まあ、その後にね、黄金竜の、ハンマーが出てきてくれたんで、まあ、それが、運よく当てることができたんで、まあ、よかったんですけど、ね、まあ、そういう課金のお話とかね、いろいろ、やっぱね、他のプレイヤーさんの話聞くって、俺にとってはあんまりないんで、ほんと周りでね、やってる人がほとんどいなくてね、なんていうんですかね、ね、星ドラでチャットとかできないじゃないですか。だからゲーム内でね、こういう、信仰を深めることもできませんから、ね、だからまあ外部ツールを使えっていう今話だと思うんですけど、まあね、ちょっとそのあたりをやってこなかったので、すごくね、やっぱ新鮮なんですね。で、あとグッズですね。グッズの方は、アクリルスタンド。アクリルスタンドで黄金竜装備のやつとロトの装備のやつが出まして、でゲーム内で俺ロトの装備ってやってなかったんですよね。まあ、装備したことはないわけじゃないですけど、やっぱねロトの装備って無駄なところが一つもない。あ、間違えてるな、これ普通に装備してもらったな。無駄なところがやっぱ何もないですよね、本当に。まあ、洗練されたデザインというかね、本当に、やっぱこの、いいよね、ロトって。で、あと当たったのは、黄金竜装備か。黄金竜の、装備してるキャラクター、効果。これが当たりましたね。で、やっぱね、ごつい。で、まあ、あとは、もう一個買おうかなと思ったんですけど、物販で買うときに、まあ、お子さん連れがいたんですね。で、お子さん連れが、まあ、どうしてもこの、ロトの装備が欲しいと、いうふうに言ってて、で、ロトの装備ちょうだいって言って、こう、店員さんに言うわけですよ。で、でもごめんね、僕って、これ、中身買って開けてみるまでわからないんだよ。っていう風に言うんですね。で、そしたら、子供がね、もう、あ、やだーとかっていう風に言ってて、で、じゃあ、お父さんが買うのやめるとかっつって、買うのやめるって言ったら、それもやだーと。でも、蓋開けてみるまでわかんないんだよ。やだーとかっつってて、収集つかなくなっちゃって。でね、ね、まあ、とりあえず、買えますわーって言ってね、その後、ね、果たして、このロトの、ね、装備が手に入ったのかどうか、ね、ちょっとそれはね、わからないんですけど、で、俺もロトの装備手に入ったのが分かったのはね、そのビジホについた後だったんで、ね、そこでさ、なんだろう、すぐに開封してさ、さっきの僕を見つけて、俺のロトの装備やるわ、とかって、いうふうに言えたらね、よかったんですけどね、ちょっともう、見失っちゃったんで、分かんなかったんですけど、ね、だからやっぱそういうところのね、まあ、引きこもごもの部分もあり、ほんとね、マルチキャンプっていうのはね、やっぱ面白いなと、いうふうに感じております。なので、なかなかマルチ行きづらいっていう人も、まあ、なかなか多いと思うんですけど、まあ、とりあえず、なんだろう、普通にしてれば、なんだろう、挨拶とかさ、一緒になった人に対して、よろしくお願いしますとね、こう、笑顔でね、言えば、まあ、何の問題もないと思うんで。まあ、自分は、ね、客商売やってますから、その辺は、こなれたもんなんですけど。まあ、営業やるつもりでね、言ってますけどね。本日はどうも、どうかよろしくお願いします、つって、やってるんで、まあ、そんな感じでいけばいいのかな、なんて思いますけど。ということで、まあ、これがね、仙台マルチキャンプに来ましたよ、というご報告の動画になります。これ、需要なくね？ということで、
で、次の、次回の動画についてなんですけど、あのマルチキャンプのマルチね。マルチってどうやるのっていうのにちょっとスポットを当てて、やってみようかなって思います。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたねー。さよならー。